西田和代さん、吉江さん、今穏やかな顔ですねって、ありがとう、うん、ありがとう、うん、いろいろやってね、うん、今日は洗濯してもダメだからね、手洗いやるのよ、足悪いから、うん、これうまいね、うまいと、金木犀さん、かわいい吉江さんの姿見ると好きですって、ありがとう、にゃんにゃんちゃん、お腹の調子どう、うん、治ったよ、うん、よかった、うん、だけどさ、いきなりをいっぱい食べるとね、うん、また壊しちゃうからさ、うん、今日は慎吾が昨日買ってきてくれた、うん、アメリカンドッグ食べた、うん、2つ買ってきてさ、昨日1つ食べて、今日はアメリカンドッグ食べた、いっぺんに食べるとね、おかしくなるからね、そうね、うん、ピカちゃん、ヨシエさん、お久しぶりですって、こちらこそ、うん、いつもありがとう、うん、シーター、昼間配信するのって、ヨシエさん珍しいのかい、うん、珍しいよ、いつも夜ばっかり、うん、でも洗濯ないしさ、うん、ね、乾かないしね、うん、ちょっとイカルドさんの見てたらさ、うん、みんなとね、うん、おしゃべりしたくなっちゃった、だからやってみただよ、うん、紀州の梅だよ、うん、紀州の梅と甘い甘み、うん、いいよ、ね、うん、最高だよ、ね、うまいよ、ね、うん、うん、おいしい、ね、うん、はなちゃん、酸っぱもんちょ初めて見ましたってね、うん、もう三崎雨降ってきて、そうだね、関東はね、今のとこ曇りだけどさ、雨模様だよね、明日も天気悪いね、うん、困ったね、ね、私のデーの日は晴れだよ、晴れでさ、すごいよ、うん、温度が高い、ベリサさん、最近ヨシエさんのピンクのハサミの芸が見られなくて寂しい、笑うってあるよ、うん、これあるよ、うん、これある、これでしょ、うん、これさ、猫の餌さ、切るときこういうつゆがたかるんよ、だからこれ拭くの汚いからね、うん、汚いもんね、うん、リカちゃん、部屋綺麗ですね、いやいや、とんでもない、うん、シンゴの部屋、豚小屋だよ、うん、ね、うん、豚小屋、豚飼うようだよ、アリカちゃん、ね、アナちゃん、ピンクの部屋、かわいい、これシンゴ買ってきた、あの子何でも買うんだよ、朝と夜はさ、アメリカンドッグ一つと酸っぱめんちょじゃ足んねえね、うん、ちょっと足んないね、うん、そうかといってさ、グラニューロを飲んだらまた便秘しちゃうしね、うん、便秘じゃない、下痢ね、うん、グラニューロが買ってある朝食用の、ね、うん、うちの子は晩になってないよ、うん、やらないんだよね、うん、ふみとさん、お腹の調子はその後いかがですか、うん、大丈夫です、うん、徐々に食べてます、いっぺんに食べるとね、うん、あ、体も悪いからね、うん、今日買ったものは何があるんだろう、白いご飯に納豆とかあるけどそんな食べたくないしな、アメリカンドッグ食べたから、あとはね、あ、パスタがある、パスタ、うん、パスタ、うん、少し食った方がいいんかさ、腹減ると困るね、パスタがある、うん、パスタ食う、うん、あ、餅もねえしな、何があるんだと、うん、パスタだらある、うん、あ、焼きおにぎりがある、あの、生協の、うん、醤油の、
お腹の調子、納豆なら栄養あるべ。そうだね、うん、あれだ、うん、あれがあるわよ。パスタもあるんだよ、パスタ焼きおにぎり買っといた。おいで、おじいに言っとかないとね、冷凍だからって、おにぎりが来るから冷凍だからちゃんと入れといてねって言わないとね。男はダメだよ、わかんないから、うん、男はダメね。パスタがあるんだよ、うん、パスタ、私ね、パスタがある。納豆なら栄養があるってね。そうだね、ちょっと待って、パスタがある。あとね、カレー作ればカレーもあるんだよ。作ればよいじゃねえかな。もう嫌だよね、大ごとだもん、大ごとだ。パスタ、なんだこれ。パスタがあるよ、パスタ気をつけて。ありがとう。これね、半額で買ったやつじゃね、 50% オフだよ。これ見て、パスタね、199円ね、半額ケツってね、ね、ありがとう。ケツがおかしかった、本当。パスタ食うか、払えた、安いってね。これ半額、半額で買ってきたの。なんかね、ベーコンとバターとね、あと青い菜っぱが入ってる。あ、チッスマチェルくんですって、いつもありがとう、ありがとうね。温めなくて大丈夫、温めないと美味しくないな、冷蔵庫だからね。ちょっと見てみるね、何分温めるって書いてあるよ。ね、本当の値が430円だ。あれ、いくら、あれ、何分温める、あ、あるある。電子レンジ500ワットで2分30秒だって、2分30秒、温めてってね、2分30秒、温めて切るか、これね、うまそうだね、バターがついてる。なんかね、こう、あの、アメリカンドッグだけじゃお腹すくね、だってさ、朝と昼だからね、一本じゃお腹すくよ。ちょっと待ってね、500ワットで2分30秒ね、このくらいできるからさ、杖ついていけばなんとかできるでしょ。2分30秒ね、よいしょ、どっこいせー、2分30秒どっこいしょ。危ないかんね、私ひっくり返るとね、2分30秒どっこいしょ、どっこいしょ、2分30秒か。慎吾がいれば温めてくれるけど、いないからね、しょうがないよ、ね、2分30秒なんか寒いね、今日は2分30秒か。ああ、用じゃねえな、これ温めるが用じゃねえよ、置くとこがねえんだもの。だってさ、これ杖ついてるから、カウンターがね、みんな物が置いてあるから、カウンターに物がなければさ、伝わりながら歩けるんだけど、2分30秒だよ。ああ、黒いじゃねえな、これ。まあ、参ったね。2分30秒。2分30秒って結構長いよね。ああ、よかった。よいしょ、2分30秒
よし、これでスタート。ちょっと手洗い行ってくるね。ちょっとトイレ行ってくる。その間おしっこが無理そう。めったお茶飲んでたからダメだね。よいしょ、どっこいせー、どっこいしょ。ちょっとトイレ行ってくるね。よいしょ、よいしょ。たまちゃんなんかね、お布団に寝てるよ。トイレなんか年中飲んでるからさ、おちこが近いのよ。よいしょ、どっこいせ、どっこいしょ、よいしょ、おちこいせ。はい、こんにちは。はい、新井です。あ、どうもすいません。どうも。トイレ入っちゃった。どうぞどうぞ、トイレ。すいません。はい、ゆっくりどうぞ。はい、悪いね。急に来てすいませんね。いやいや、大丈夫ですよ。悪いね。いい。開けっぱなしで。うん、大丈夫、大丈夫。え、気をつけて、はい、してください。はい。悪いですね。いやいや、ね、電話もしないでしょ。いやいや、今パスタを温めてね、うん、アメリカンドッグを一つ食べただけで。あ、そうなんね。ね、うん、薬飲んだり。遅めの昼。え、遅めの昼です。そうなんです。どうぞ。まで夕飯がずれますね。え、あの7時、8時、9時、9時、8時ぐらいになっちゃう。あんまりね、うん、昨日下痢しちゃって。あ、そうなの。あんまり嫌だね。牛乳飲みすぎて。あ、飲みすぎちゃった。そう、そうか、そう、懲りたからね。じゃあ懲りたね。あんまり食べなかったっていうので、うん、お湯を飲めばね、うん、いいからね、うん、ね。そうだよね。そうなんです。確かに牛乳飲みすぎる。ありがとうございます。いつもひどひどしていいから開けっぱなしでするんですよ。うん、うん、ね、それの方がいいですよ、ね。うん、いつも大体一人でいるんだろうし。そう、うん、誰も来ねえし。そうです、うん、大丈夫。今あれだね、ちょっと待って。よいしょ、よっこい、よいしょ。うん、誰もいないから。うん、もうじゃああれなの、今日仕事。そうですよ。今日ね、関さんちょっとね、お知らせがありまして、はい、お邪魔したんですが、はい、ちょっとこれ、はい、いいよ、このまま飲み物渡しては、いいよ、いらない、いらない、飲み物、また来るから。そうな、うん、これだけちょっと承知しといてほしいんだ。はい、今度ね、介護認定が養子縁になるんですよ、また。養子縁認定、今は要介護だったんだけど、養子縁で下がって良くなってる方なんだ。あ、そうな、うん、けど同じようにデイサービスに来て来られるから全然問題ないんだけど、一応それで打ち合わせをそれに伴ってしなくちゃなんですよ。で、ここに名前書いてあるんですけど、デイのあざみか町田どっちかと、はい、バリアフリー館の清水さんと、はい、町の包括の村田さんと、はい、保健師がいるんだけど、足立さんの代わりだそうです。足立さんって言うでしょ、足立さんの代わりに村田さんって保健師が来てくれて、で、私で4人で30日の火曜日の2時、あ、そうなんですか、にここに来ますので、はい、はい、ちょっと書類の打ち合わせをしたいんで、簡単に、はい、うん、今度介護度がね、下がった。あ、そうなんですか。うん、支援の2って、前支援2だったんだけど、ええ、で、一時は悪かったじゃん、うん、あ、ここがバランスが崩れちゃって、ええ、歩けなくて。いや、何、前と同じ、前と前のと同じ。あ、前と前の、前と前のと同じ。あ、そうなんだ、うん、だから、まあ、体的には戻ってきてると思うんだよね。あ、まあ、そんなに戻ってねえかもしれないけど。戻ってねえよね、うん、まあでも、かえって安く使えるから、それの方が、ええ、介護度が下がると安くデイサービスが高いよりも低い方が安く設定されてるから、あ、
今日はあれなんですよ、うん、こう旧霊魂ここに貼ってみた、うんうんうん、ここがね、ギクギクってね、うん、あの外れるんですよ、うんうん、腰とはバランスが悪くて、うんうんうん、ほんでこうに寝返り打つとね、うんうん、背中がゴリ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 っていう音がする、うんうん、だから体がねじれてるね、そう、そう、それをこうねじれないようにこう自分で歩いてるんだけどね、一応そういう手続き的なことでお世話になるんで、はい、30分ぐらいで済むと思いますんで、じゃあ支援になった、そう支援になった、じゃあ最初と同じ、そうそうそう、ああ、ということは最初はその100円ショップで歩いてったんだよ、うん、今できないじゃん、できないけどね、でもまあそれがどうこうつんじゃなくて、他にも全体的に見てそういうことなんで、ああ、でも別にサービスの利用に影響はないんで、ああそうなんですか、はい、影響はないんで、手続きだけにちょっと影響があるんだけど、ああそうなんですか、はい、なので、ほんでこのね、頭のホワーンっていうのが、これバランスがこれピトってなると目もはっきり見えるし、わーっていうのはね、自分でこうこことここのバランスが悪いからだよ、ね、ああ、ね、気をつけなくちゃね、そう、血も少ないけどね、バランスが悪いね、バランス悪いね、あるよね、あるね、だからまあ気をつけて、まあそうだよね、この場面よりね、わかりました、ということでよろしくお願いします、はいはい、悪いね、はい、じゃあまた来週火曜日ということで、はい、はい、お世話になります、はい、ありがとうございます、わざわざすいません、はい、すいません、はい、どうもすいません。よいしょ、あーあーやだって、杖でね、100円ショップの杖で前は行ったんだけど、まだそんなに良くなってないよな、なんで CM なんだい、おかしくねえか、とてもじゃねえけど頭がふわーっとなるからね、私もなんだな、とても自分の足では歩けないし、4人で来るの困ったね、困るよね、ああ困ったな、4人で来るんだって、私一人で接待できないで困るな、ああもう頭いてや、ああいや、こんなに支援にいいかい、介護じゃねえんだって支援にだっておかしいね、前より悪いけどね、アリ君が前はだってあれだよね、だってね、支援支援にいる時はあれだもんね、洗濯でやできたもんね、死後にやってもらわなかったけど、今で洗濯もできない状態だからなんかおかしいね、ああ、よいしょ、ああ止まった、おいしそうだね、これどっこいしょ、だって支援人の時はあれだよね、
車椅子に乗ってなかったよ私。押すやつだったよ。それで100円ショップの杖で歩けたの。今無理だよ。100円ショップの杖なんかで歩けないよ。無理だよ。おかしいね。デイサービスは利用できるって言ってもさ、おかしいね。あれか、じゃあ置いとこうか。困ったね。三巡日の火曜だってね。火曜日に来る。やだね。くたびじゃない。人が来ると疲れちゃうんだよな。私一人だ。こんなありてねえ人間が支援にだなんておかしくね。介護に行って言わなかった。なんで支援にだ。おかしくね。介護にならわかるよね。支援だって。それじゃうんといいってことだよね。うっさいよ。なんでこんなおかしいよ。なんで頭おかしくなるよ。なんでこれ支援人の。支援人の時は私選択できたよ。今できないよ。どういう見方なんかね、わかんないけど。ああ、音だ。あ、もうピンポンが鳴ると怖いよ。人が来ると。もう。ほんと怖い。ああ、どうしようもねえな、これじゃ。温めてきました。温めました。ありがとうございますね。ありがとうね。あ、ちゃんと温めてきた。ありがとう。なんかね、おかしいね。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。リスナーさん、おかえり。ありがとう。これ温めてきました。ね。なんかね、あれが来たのよ。あの、ケアマネージャーが。ね、これ温めました。はあ。ね。おかしいね。支援に介護にならわかるけど、支援になんでそうなるの。ありがとう。あなたをフォローしましたって、ありがとう。全部聞こえたよって。どうなの。支援にってことは前と同じってことだよ。ケアマネージャー軽く見てるんじゃないのって。厳しいねって。もうさ、本当だよね。だってさ、私にはさ、介護にって言ったよ。介護、介護にが介護さんになるって言った。今度は支援にってことはあれだよね。前と同じだよね。吉江さんがはっきり受けた、答えしたからだと思うって。はっきり受け答えしたから、まさか、よう支援とはって。そうでしょ、本当だよね、口はね、はっきり私言うからね、ただ体が動かないもんね、厳しいねって。本当だね、せい、おふわん、ラブちゃん、こんにちは。お久しぶりですって。よしえさん配信
お邪魔いたします。ありがとう、ありがとう。なおちゃん、前を向いてお母さんありがとう。よせさん、こんにちは。いつもありがとう、ありがとうね。養子縁とは、そうだよね、もうさん。なんかね、最初はね、介護ね、あれ、2が3になるって言った。介護2が3になるって。それがさ、今介護、支援2っていうことは、前の前だよね、最初だよね。最初だよね。たぬき、初坊さん。よせさんは絶対ボケないと思いますって。ありがとう、うん、ボケないよ、うん、足と腰が悪いだけ、私ボケないよ、うん、ね、おかしいね、これじゃあさ、支援にってことはさ、認知っぽくないとって、そうなん、認知っぽくないとあれなんない、介護なんない、もうさ生活にって、ほら、だってさね、ボケてはいないけどさ、自分で外へ出られないんじゃこうね、困るよね。認知だと上がる、あ、そうなんだ、ほら、支援になんだ。なんかね、前言ったことあるのよ。支援にだとね、で休んでもね、1ヶ月いくらで取るんだよ、休んだ日も。ほいでね、介護私、3だったじゃない、いやね、2だったでしょ。あん時は行った日だけ払えばいい、でに、行った日だけ払えばいい。それが、今度ね、あれだよね、支援にってことは休んでも1ヶ月分取られる、全部、ね、増える、確かに、よせさん配信もしてるせいでもあるのか、まだまだお元気でいられるのではないでしょうか。あ、そういうもあるんか、そういうもあるんだね、もうさ、利用料金は安くなるからね。あ、そうなん。ああ、利用料金は安くなるけど、あれなんか、休んでも取られるってこと？1ヶ月。前そうだったんよ。休むじゃない？それでもね、お金取られたよ。それで、介護さんになった時は、あれだったね、利用は安くなるから、そうなん、一日の、そうなん、お弁当ですか、これ、そう、パスタ、パスタ温めました、半額のパスタ、そうなん、認定は難しい、本当だね、リスナーさん、本当だよね。私さ、ここへ来た時さ、前よりいくらかいいから介護2が3になるって聞いた。おっしゃる、また全然違うじゃない。その前のあれだって言うつことは、前の前だよ。介護じゃ支援になっちゃうわけ。ね。介護度が重いほど自己負担が増える。あ、それはそうだね、もうさんね。それはそうだよ。ね。なんかね、嫌だね。お米ちゃん前に、慎吾さんが作ってたワープパスタ、美味しそうだったな。そう。うまかったよ、あれ。ね。カッパちゃん、ヨセさん、結構持ってるから、結構持ってる。いきなり下がりましたね。ほんとね、リスナーさんね、すごい、
下がりすぎだよね、急にね、うん、だから言ったんだよ、うん、前は100円ショップの杖で、うん、ね、車に乗れたけど今は乗れないって言った、うん、ね、うん、でもね、うん、前の前ってことは最初だよね、支援2だよね、ということは1ヶ月休んでも、うん、例えば休んでも、うん、全額1ヶ月分取られるってことだよね、料金は安くなってもね、うんうん、変わりないってね、あやさんってそうなの、本当休むとね、休んでも1ヶ月分取られたよ、私支援人の時、うん、ほいでね、介護度が上がって、うん、あれだよ、うん、その時は行った日だけ払えばよかった、あやさん月の金額は変わらないって、そうなん、本当、うん、食事分が加算されるだけだって、そうなん、うん、自宅さん、あ、初コメってありがとう、ありがとうね、うん、ありがとう、パスタ食べます、ありがとう、うんうんうん、うん、パスタ冷めちゃった、うん、次は何を食べますかってな、そんな食べないよもう、うん、ありがとう、うん、すいません、ちょっと用事があるので、すごい、うん、お邪魔させていただきます、わかりました、ありがとう、うんうん、朝や、うん、今は介護いつぐらいですか、うん、違う、うん、介護さん今、うん、介護2だ、2、うん、2だよ、うん、それが 3なるってこの間言ったん、3ぐらいにってね、うん、村井さん、みそらひばりお祭りマンボウ歌えるって、うん、そうだね、うん、歌えるよ、うん、でたらめだけどね、カッパちゃん、今日はマネージャーさんも配信見て反対してるんじゃないの、うん、そうかね、うん、まあ座ってるからね、座ってればね、ふわーんってなるんだよね、そうだよね、まあいいけどね、なんでもいいやね、治ればいいけどね、うまい、これバターが効いててうまいよね、なんでは金額結構しますね、そう、そうなんだ、リスナーさん、ヨシエさん、お湯飲まないと喉に詰まるって、ありがとう、ココさん、ヨシエさん、こんにちは、今日は早いね、うん、昼間ちょっとやってる、うん、ココさん、いつもありがとう、うん、うん、30日に来るんだってね、4人来るんだってよどうしたん、困ったね私一人じゃ困るけど、何もできないけど、
うん。うん。うん。うまい。30日のさ、火曜日っていうとさ、今日月曜だからね、明日ってことだね、来週のね、うん、来週の明日、うん、大変だ。トモキチさん、メガホン参考ありがとう。ありがとうね。ありがとう、トモキチさん。ありがとう。トモキチちゃんだ。ごめん。トモキチちゃん、ありがとう。ありがとうね。キモクセイさん、めちゃお久しぶりですってね。本当だね、リスナーさん。ね。ココタン、ヨセイさん、パスタ、おいしいって、おいしいよ、うん。これバターが入っててさ、あとはね、あれが入ってる、なんだっけ。なんかね、体にいいさ、青いやつ。ベーコンとさ、ベーコンとほうれん草かな。体にね、こういうのなら食べる、変な弁当は食わない、カツ弁当とかさ、あとはなんだっけ、鶏肉弁当、ああいうの食わない私、こういうのがよっぽどいい、まず買ってきてもらうか、おじいに、ね、金木星さん、リスナーさん、お久しぶり、平日昼間の配信とありがたいですってね、ね、ありがとうね、最近夜だけでしたからね、そうだね、今日ね、洗濯しようと思ったけど、ね、こんな日だしね、ちょっとやってみようかなと思って、皆さんもお元気そうでよかったですってね、うまい、なんでそんな良くなっちゃうの、介護さん、介護にがさ、急にさ支援になるの、ストーブのおかしいね、支援にだよ、か私前聞いた時は介護にが介護さんになるって聞いたんだけど、そしたら支援にだって、安くて美味しい、いいですね、安いね、美味しいです、以前吉江さん単独で400人はいたからね、本当だね、本当ね、これ食えばさ、夕飯じゃないねもんね、このパスタうまい、バターが入ると美味しいね、もうさ、いきなりめっちゃ下がってびっくりねって、本当だよね、急だもんね、だってさ、もうさ、介護2がね、介護3ぐらいになるって聞いてた、今まで。そしたら支援2だって。ね。
いきなりだもんね。金木星さん、こんにちは。ロシエさん、少しがっかりですね。がっかりだよね。いっぺんだもんね。最初と同じ。最初100円ショップでさ、あれは、最初は洗濯できたよ。私、自分で干してたよ。なかなかそんなことには飛ばないよって。そうでしょ。そんな一辺飛ばないよね、モーさんね。だから配信やってるからだと思うよ、多分。だって体と頭違うからね。頭はボケてないからね。だって座ってればさ、ワーンってあんまりなんないけど、立つともうダメだからね。自分の足で歩けないんだから。それなのにね、ちょっとおかしいよ。うわさ、ありがとう。こぼちゃった。ごめんね。ゆあちゃん、お昼ご飯ですか。朝ね、10時半ごろ来たか、11時半だ、3時寝た、昨日。洋さんの見てて、俺だからね、アメリカンドッグしか食べなかったからお腹空いたね。たまげたね、なんかね、なんかがっかりしたような、どうしていいかわかんないよね。そんなに体調良くないかんねよ、私。お湯飲みながらにしてつまらない、ハラハラだって。ありがとうございます。ありがとうね。うまいね、このパスタ。急にそんな良くなって体がさ、動くんだらいいよ。動けないもん。多分ね、あれか。私、大ごとの時いつも休むから、寒くなるとね。その時あれかな、今まではね、行った日だけ払えばよかったの。でもね、最後あれよね、支援にだと休んでもね、1ヶ月分払うんだよ。確かに一部ね、行けるんだから言ってね。ほんとね、お湯飲みながらありがとうね。だってね、なんでそんな急に良くなるの、おかしくないよ。私に言った時は介護にから3なるって言ってた。おいしたら今日来たら、前の前と同じってことは支援にでしょね。おまったいね。そんなに多くないよ、私。困ったもんだよ。座って喋るのはさ、認知じゃないけど、頭しっかりしてる。でもね、原さん、そんなしたことまでは見てたよ。そうなん。パワーちゃん、こんにちは。今日は早いねって、ありがとう。村井さん、水じゃなくて
お湯なのはなぜって、うん、お湯だとね、お水だとね、お腹冷えちゃう、うん、ダメ、うん、下痢になっちゃう、下痢ね、うん、だからね、お湯沸かした、今このパスタうまい、バターが入ってるね、こうやってさ、立ってもグラグラするんだよ、だから自分の足が一歩一歩出られないんだよね、まいったな、なんでそんな気分になるの、おかしいね、おかしいよね、なんで、だって冬さ、体調悪い時は私休むからね、ほんとに、大御所だからね、体調悪い時だってあるよね、認知だと上がるのが早いって、そうなん、ほんとリスナーさん、うん、アロさん、ただデブリデブリすぎて動きにくくなってるだけだからな、デブだって、ああ高くておいしい、美味しいね、カシさんこんにちはっていつもありがとう、カシさん司会師さんだよね、ありがとうね、いつもナイスの時応援していただきありがとう、ありがとうカシさんこんにちはってありがとう、司会師です、あ知ってる、私コックさんと間違えたんだよね最初ね、うまいけど硬いよ、パスタが硬い、ありがとう黄色い鳥さん、観覧車、ありがとう黄色い鳥さん、観覧車ありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとう、いつもありがとう黄色い鳥さんね、パシーさんそうそうってね、リスナーさんアイテムナイスパチパチってありがとう、カッパちゃん、あらはら恐ろしいね、ナイスも奪ってってね、ね、まったくいろいろね、人生あるね、本当だよ、体は自分しかわかんないからね、本当に自分の体は自分しか分かんない、わーって頭鳴るんだから神経で、血が少ないからって言うけどそうじゃないよ、足がね、足と腰のバランスが悪い、自分で分かる、
自分の体は本当に自分で分かる。うん。うん。よりより、つな、あります、ね。あ、本当だね。うん。あら、閲覧増えたね。うん。100何人も見てるもん。さっきまで50いくつだよ。うん。ね。うん。本当だね、リスナーさん。うん。ありがとう。カシーさん、ウーセン、サンコ。ありがとうね。ありがとう。ありがとうね、カシーさん。ありがとうございます。ありがとう。アロちゃん、食って、太って動かなければ。ね。年の向かなくなる決まってるだろうだってね。アンジだね、アロ。タヤデイちゃん、シンゴさんいますか？シンゴいない。うん、出かけてるね。あの子はね、当てになんない、うん。ゴミと暮らしてるね。ゴミいつになっても捨てない。可燃ゴミ。ね、ゴミと暮らしてるんだよ。ね。ああ、おいしいな、これ。いい加減なお弁当より。パスタの方がおいしいね。うん。たまげたよ、今日に来たから私もね。なんでそんな急に良くなるの、おかしいね。リスナーさん、ヨシエさん、今日はお薬飲みました。はい、飲みました。うん、10時半に起きた時ね。はい、ちゃんと飲んでるんですよ。あ、ね。ベリサさん、今天然さん、ニコ生に切り替えて、エトラ1でした。そうなの、うん。じゃあ天然さんがさ、切り替えたから私のあれかな、うん、増えたのかな、閲覧が。天然さん結構いるからね、うん、ね、もうさ、ヨシエさん釣られてラーメンにお湯を入れてきた、笑うって、そうなん、うん、リスナーさんよかったってね、うん、ほらね、うん、カッパちゃん6月の頭からですか、ナイス復活はーって、そうです、うん、ね、だからさ、うん、閲覧が増えたんだよ。天然さん結構閲覧あるからね。 TikTok 行ったんだ、うん、そうだね、うん、大変だね、生きてくんも全く。私もね、足と腰がね、バランスが良ければね、全然ね、苦にならないのよ、足もね、うん、ありがとう、まいちゃんいつもありがとう、こんにちは、この時間の配信お久しぶりかな、ありがとうございますって、ありがとう、まいちゃんいつもありがとうね、うん、サムネ変わんないもんね、全然ね、まあいいって書いてあってね、ありがとうね、うん、ナイス、いつも押してくれたね、まいちゃん、ありがとう、ありがとうね、うん、またよろしくね、うん、アロちゃん、気候もいいんだから外で歩きなさい、外で歩けたって歩けねえんだよ、玄関が降りられないのね、うん、どうして降りるの、リスナーさん、だいぶ体の活
下向きが良くなったねって。うん、前こうだったよね、うん、傾向きはね徐々に良くしてる。うんね、うん、前いつもこっち向いてたよね、うん、それは良くなった。あ、そうね、うん、ただね、起きるときね、自分の足で起きられないっていうのはきついね。あのおこたの方のね、座敷にピターって座ると起きられないんだよ、うん、人が来たら困る。ここだったらね、椅子だったらパッて立てば立てるけど、あっちはね、すぐ立てないんだよね、うん、困るんだよね、うん、うん、うん、おいしいよ、うん、バターが効いてるからうまい、うん、最高だよ。また買ってきてもらおうかな。なんていうやつ？え、ベーコンとほうれん草、うん、ベーコンとほうれん草のバターだって、うん、ベーコンとほうれん草のバター399円だって。これが半額で199円、うん、ね、ベーコンとバターいいね、うん、だいぶ体の傾き良くなります。そうだね、その気持ち分かります。そうね、うん、本当だよね、うん、なんかね、こんなにね、うん、急に支援になっちゃっちゃね、たまげるね、支援にじゃね、うん、たまげるよ、うん、ああ、介護にが急に支援に支援に行ったらたまげる。いつものスーパー、そうです、うん、あのフジマートね、おいしいね、うん、最高ですよ。カツ丼とかね、うん、あんまり好きじゃない私、うん、ほうれん草とさ、ベーコンのね、うん、パスタなんて美味しいね、うん、キンゴもさ、うん、パスタここにあるから作ればいいのにね、うん、置いてあるのよ、前作ったのね、うん、ね、作ればいいのにね、うん、そう、いつものスーパー、うん、あのさ、良くなったんだから、何、喜べばいいんだよって。うん、喜びたいけど、自分で、うん、そんなにいいとは思わないから、うん、頭不安定になる時あるし、ね、うん、自分の体調わかるよ。ね、うん、なんで急にあれなんかね、うん、うん、うまいよこれ、なんかカラムチョよりうまいな、うん、また買ってきてもらおうかな。ほうれん草とベーコンの子ね、うん、最高だね。舐めようと思ったけど、みんなが見てると恥ずかしいから後で舐めるよ。ごまがいっぱいくっついてる。うまかった、うん、これでお腹いっぱいだよね、うん、あのさ、喜べばいいって、うん、あ、まあね、良くなったっていうのは喜べばいいんだけどさ、自分の体力的に、うん、
いいなって自分で分かるよ、よければ、うん、ね、うん、リスナーさん、慎吾さん、作れそうなパスタ本当ね、うん、ここにね、置いてあるパスタが、うん、もったいないね、茹でて作んないとね、うん、作ればいいのにね、うん、みんな置きっぱなし、なんでもね、うん、困ったもんだね、本当だよ、困るよね、もったいないよ、うん、あー食べた、たまちゃんも布団にねっきり、うん、ね、うん、30日っつうとあれか、4月の一番終わりかな、うん、はい、困ったね、4人に人が来てね、うん、4人っつうと私のいるとこなんかないよ、寒いからかな、たまちゃんって、そうですね、うん、大志さん、そうだねって、初コメって、うん、ありがとう、ありがとうね、うん、初コメさん、ありがとうございます、ね、うん、あー、食べた、お腹いっぱいだよ、うん、ね、ちくわちゃん、支援に見てたけど、よしえさんは支援にかもって本当、うん、支援に見てきたけど、よしえさんは支援にかも本当、うんうん、日常生活の基本的な動作一人で行えるものの部分的な周囲の手助けや世話が必要な状態だ、そうな、うん、そうだね、うん、ゴミ捨てとかね、うん、そうか、うん、自分でね、うん、動作は行えるよね、うん、トイレも行けるしね、うん、杖があればね、うん、そうか、うんうん、でもね、うん、トイレットロール持って行くってことできないよ、あのね、お仏様のお茶碗が持てない、杖についてるとこうにさ、こっちの手で歩くのにさ、こっちの足がグラグラないよ、だから足力が入らない、誰かここに持ってきてくれて置けばさ、お茶入れてやれる、だけど仏様にお茶とお水が上がんないよ、これかわいそうだね、うん、そうだね、うん、そうか、うん、プーさん、今中央線で、お肉は駅に向かっていますね、うん、ね、うん、そっか、ちくわちゃん、うん、周囲の手、か、ね、助けや世話が必要な状態だってね、部分的にね、そうだね、部分的そうだね、うん、ちくわちゃんの言う通りかも、うん、ヨーグルトさん、ありがとう、ヨセさん、こんにちは、ありがとう、パープルバルーン、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、ありがとうね、うん、リスナーさん、シュートは抱きかかえてトイレに連れて行きました、そうな、うん、すごいね、うん、私にはできないね、ね、うん、すごいよ、うん、もうさ、また何が不調かあればすぐまた認定やらないほしい、あ、そういうことね、うん、そっか、うん、アロちゃん、食事制限して痩せたら誰も太ったら動きにくいだろうってね、うん、食ってねえよそんなに、で言ってもご飯あまり食わないよ私、うん、ご飯って食べたくねえもん、お腹痛まっちゃってさ出ねえんだよ下へ、
そうそう、胸焼けして逆流するよ、ゲーってね。そうだよね、そうだね、動きにくいが確かだよ、デブになるとね、それはそうだけどね、まあしょうがねえよね。